人になったら何になりたいの？私は永瀬空、愛知の大学4年生です。乾杯。夢はでっかく持たなきゃ。私進路も親の言う通りに流されて決めちゃって。この子が力になってくれるかもしれませんよ。もしかして本当にピリリカピリララ、勇気をちょうだい。新しい夢の始まりですね。魔女見習いを探して。ブンブのブーン。みんなは大人になったら何になりたいの？私は吉月美玲、東京で OL してるの。帰国子女でキャリアウーマン、素敵です。空気読めないと営業は無理なのよね。やりがいのある仕事ができたと思ったのに。魔法が本当にあったらいいのに。もしかして本当に、パイパイポンポイ、心の声をちゃんと聞いて。思いっきり自分を甘やかしましょう。魔女見習いを探して。大人最高。みんなは大人になったら何になりたいの？川谷玲香です。生まれも育ちも尾道のフリーターです。すごいじゃないですか。両親は離婚して生活はギリギリ、学費を稼ぐだけで精一杯だから。ちょっとだけ魔法信じてみない？もしかして本当に、ハメルクラルク、なんだかワクワクしますね。ハッピーラッキー来ちゃってますね。魔女見習いを探して。